ムダ型グルタミン酸受容体は、グルタミン酸受容体の一種。記憶や学習、また、脳拒欠後の神経細胞肢などに深く関わる、受容体であると考えられている。他のグルタミン酸受容体サブタイプであるアンパー、受容体やカイニン酸受容体と異なり、ムダが、アゴニストとして選択的に作用することから、分類された。バイサイケドラッグス UK カナダ u s a 中枢神経系を中心に生体内に広く分布し、リガンドであるグルタミン酸の結合を経て、ヒイオンを投下する、イオンチャネル協約型受容体である。リガンドを受容したムラ受容体が投下させるヒイオンには特に選択性がなく、ナトリウムイオンやカリウムイオンの他にカルシウムイオンも通すことが知られている。NR1 と NR2 のヘテロに両体にセットからなる4つの サブユニットで構成されていると考えられており、ゆえに、すべての無駄受容体は、NR1 サブユニットを含む。NR2 サブユニットにはさらに、NR2A、NR2B、NR2C、NR2D の4種類がクローニングされており、それぞれ生体内での発言分や発言時期が異なる。例えば、NR2D サブユニットは、 体制器に選択的に発現するサブユニットであると考えられている。なお、NR2 サブユニットにグルタミン酸の結合部位があると考えられている。近年、新たに NR3A、NR3 バイトという2つのサブユニットがクローニングされたが、これらはグルタミン酸結合部位を持たず、NR1 とヘテロ多量体を形成して非イオンを通す。 興奮性グリシン受容体として働くという報告もされている。無駄受容体の愛、V プロットのイメージ無駄受容体は通常不活性な性質を持つ。これは細胞外からのマグネシウム4がこの受容体の活動を阻害しているためである。ただし、これは膜電位が大きく負の時に限られている。そのため膜電位が正であるか、 マイナス10マイナス2 0ルト程度の範囲においてはマグネシウムイオン阻害がかからず結果として受容体の電気生理学的特性はオームの法則に従う膜電位が大きく負になるとマグネシウムイオンの阻害がかかり始めマイナス60マイナス7 0ルト程度の静止膜電位に相当する膜電位ではほとんど電流を流さないこれらのことから ウムダ型受容体は、外向き性、流性を持つ、と称される。また、刺激に応じて流す電流は、アンパ受容体に比べて遅く、持続的である。ウムダ受容体この受容体を構成する、主要サブユニットの一つ、NR1 サブユニットには、グリシンを結合する部位があり、グリシンを結合していない、ムダ型受容体は、グルタミン酸刺激によって活性化されない。また、通常、 細胞外マグネシウムイオンによってチャネル活性が阻害されているため脱分極刺激などで MG2 を外してやらないと活動できない。つまり活動には2種のリガンドと MG2 の除去が必要と言える。したがって、ムラ型受容体はシナプス前週末からのグルタミン酸による刺激とシナプス項膜の脱分極が同時に起こった時に活性化されシナプス項膜から カルシウムイオンの流入を起こすシナプス前週末とシナプス項膜の神経活動の同時検出器として機能している。実際、研究現場においては、細胞外の MG2 やグリシンの濃度を操作することで、無駄需要体由来の神経活動を操作するということが頻繁に行われている。選択的アンタゴニストとしては競合阻害剤の DAP5 やアカンプロサート、 開口チャンネル阻害剤のジゾシルピンやメマンチンなどが知られる。その他、機能的アンタゴニストとしてはミノサイクリーンやアリピプラゾールなどがある。また、合成肝ナビのイドルイモンムダ阻害が示されている。セリンダセミカ酵素脳科学、自転上位中枢神経での保因子とされる D、セリンの合成酵素に関する解説、ありがとうございます。